へいっ、今日の意気込みを。じゃあこれでプレイ中は今日ね、キーボード入ってワンマン、今回ツアー、ね、2本だけなんで、はい、どっくらい近いんだろう。え、大丈夫だよ、普通だよ。はい、そう、ね、楽しみたいですね。録音ボタン押してるの。押し、押してるよ。あ、本当だ、撮ってる。横山君も髪の毛切って。はい、髪の毛切りました。山ちゃんみたいに髪の毛切りました。どうも。はい、はい、はい。ちょくハプニングもちょっとあったけど、でもなんかすっごく生々しいライブ感があって、逆に楽しかったです。やっぱ名古屋結構苦戦してた時期もあって、お客さんがいっぱい来てくれるようになってから、俺ら休んで、でまたこう来だして今ワンマンになったんで、今日なんか来ましたね、なんか高ぶって、うん、嬉しかったです。
かったです。また待ってます。メレンゲ最高っす。願い事は良かったです。10月22日絶対行きます。メレンゲワールドがすごい広がっててとっても楽しかったです。またクワトロで会いたいです。大阪から来ました。明日のワンマンも行きます。めっちゃ楽しかったです。一人なんですけど良かったです。ありがとうございます。10月22日土曜日なんで地方から来やすくて嬉しいです。今日はめっちゃ最高でした。初めて来ました。楽しかったです。すっごい楽しかったんでまた22日絶対行きます。よかったです。行きます。行きます。とても楽しかったです。また来たいと思います。ありがとうございました。月曜日からまた仕事頑張れそうです。ありがとうございました。頑張ってください。いつもと同じと思ったけど、でもやっぱ今回のツアーってやっぱ楽しさとそういう緊張感が2つ共存してるみたいなのを今日はなんかやっぱ確認しましたね。